Okay. I just made the tweet. Don't worry, I'm here. Don't worry, I'm here. Yeah, let's see. What are we doing? What are we doing today? Well, it should be obvious. We're playing Trusting Zero. Should be pretty obvious. But anyway, let's see. Is that last stream already on YouTube? No, it's not. So let's quickly put it on there. Let's put it on there. Ta-da, done. Yeah, let's go. Trails from Zero. We need to go to Long Low, if I remember correctly. My throat is feeling way better today, by the way. I'm still a little hoarse, like a hoarse voice. It's a little annoying, but I should be fine. I will be coughing a lot though, so sorry about that. お姉さんがごちそうしてあげるから。それなんですけど、食事は遠慮しておきますよ。代わりに話を聞かせてください。何よ、いいじゃん。それとも何、僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取る。俺は別に奢ってくれるなら喜んで。私も別に貸しを作るのでなければ。まあそうね、常識の範囲内なら問題はないと思うけど。Let's go. All of them say yes. ロイド君だけみたいね。固いばっかりだと捜査官として大成しないぞ。わかりましたよ。ただし酒はなし。それならごちそうになります。No alcohol, but that's just the fun part. おいしい。Alcohol is the fun part of a meal. かなり腕の立つコックがいるみたいね。Just so you know, I don't drink alcohol. So that might not be something for me to say. なかなか美味です。しかし、こんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって、こっちは仕事中なんだから、どこかでけじめはつけないと。はいはい、たく、okay. うちのリーダーは固いね。 I feel for you, Gandhi. I feel for you. ランディさんが柔らかすぎるのではないかと。そうね、さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのに、どこかまとまってるっていうか、なかなかいいチームみたいね。褒めても何も出ませんよ。それより旧市街での事件に関しては、さっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか。Right, the missing piece to the puzzle. I already know what it is, but do you know what it is? もし嫌だって言ったら、グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。お話をする機会も今日で最後になるでしょうね。嘘、本気にしちゃ嫌よ。でもその毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。え、そうね。ごちそうさ。ああ、じゃあ。お、しょうさいせる。ごちそうさまです。ああ、冗談だってば。パズルのピースでしょ。ちゃんと話してあげるから。まず前提とし、あなたたちルバーチェって知ってる？ね、その名前は。なんだ、二人とも。Two of the four know them. I know them too. ルバーチェ商会。クロスベル市で認可された法人に。そんな名前。表向きは認可された法人を名乗ってるわ。
だけどその実態は昔からクロスベルの裏社会を支配しているマフィアよ。マフィア、犯罪組織というわけですか。なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが、ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。 Damn, lots of connections, huh? 有力者とのつながりもあるから警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。そのルバーチェがどうかしたんですか。うん、それなんだけどね、最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいのよ。どこか忙しそうっていうか、積極的に動いているっていうか。それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど。マフィアが忙しそうに動いている。Oh, by the way, I'm only gonna be able to stream for about an hour at most, since I need to leave at like 4 p.m. It's currently 3:05, so I have like 55 minutes left.Don't worry though, if I'm leaving a little bit later, it doesn't really matter, but I need to be at the match on time. It's an archery match that my parents want me to go to, so I kind of have to go. Not for me to compete myself, but more to watch my parents and younger brother compete. Honestly, archery is kind of cool to look at, but and it's also kind of fun to do, but I'm not really that much into it. I'm more into sword fighting.どう考えてもいい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのももしかしてそれと関係が。そういうこと。ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。何かあると思わないかしら。匂うな。なあ、プン。二つの不良グループが同時に。なあ、プンプンする。二つの不良グループが同時に起こすのは難しいと思われていた二件の闇討ち。そこに新たな第三の容疑者が現れたわけね。でもおかしいです。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわ。なあ。問題はそこだ。何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあってもマフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。利害が絡むわけでもないから対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ。その場合自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうが。そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとワルドの二人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというとなんとなくお互いを認め合ってるような。ほら、鋭いじゃない。私の知る限り、あのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのよね。Yeah, that is kind of how they see each other. I like it. I like it too. バルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど、そこに2年くらい前、あのワジ君がふらりと現れてテスタメンツを結成したのよ。当然バルド君たちに絡まれて締め上げられそうになったんだけど。ひょっとして。Oh, そうそうそうなのよ。ワジ君は見えて格闘術をやってるみたいでね。目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。あら、意外です。わお、はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど。
最初は油断しただけで。Oh, let me move my mic real quick. I keep hitting it. ほぼ互角の勝負みたいだけどね。Okay, done.最初は油断しただけで、その後は何度かやり合って、ほぼ互角の勝負みたいだけどね。でも、そういう経緯があるから、お互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となると、マフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな、二人とも人望は厚そうだから、手下の暴走じゃなさそうだし。私としたことがサービスしすぎちゃったかな。え、他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。それじゃまたね。バイバイグレイス。フェアウェル、ヨングレイディ。我が道を行くって感じの人ね。Even if you are not that young anymore.でも彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。Just a second, I was downloading something on my phone, but my phone turned off. So, just a second. I forgot I tried calling my dad earlier because my dad lives in Spain and I live in Belgium, so it's kind of annoying to call him.I need to use Messenger because that's the only app he really uses to call people. But that's the only reason I even have Facebook left, still left. So if I didn't have to call my dad every single weekend, I would have deleted Facebook right then and there. I don't use it anymore. 5 gigabytes left. Let's go.I am trying to download Azure Lane again.Yes, I am a weeb, and I'm a gacha addict, I know. 問題は、どうしてマフィアが旧市街に介入してるのこれは難しいな。判断できる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えると、その可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけど、そうも言ってられないみたいだ。そうね。そんじゃとっとと戻っておっさんを捕まえるとすっか。 The old man will actually be there, hopefully. Yeah, true. I sure hope so. Not gonna count on it though.Because that old man is never at home. At least not in the early games. And I definitely need to rest up. Because Lloyd's HP is halfway down. I need to rest up. Rest, come on, give me that HP and EP back.Thank you. And now we go talk to Sergei. Sergei, where you at? There you are. Oh, 戻ったのか。不良どもの喧嘩、ちゃんと止めてきたのか。課長、それなんですが、少し厄介なことになってきたかもしれません。ああ。Lloyd explained everything they had learned to Chief Sergei. なるほどな。そうだな。この件に関しては、お前たちにすべて任せた。Ah, you lazy bum! You lazy ass! ここで引くも、さらに突っ込むも、判断は任せたって言ってるんだ。ルバーチの件に関しても、お前たちに教えることはない。全部自分たちで調べてみろ。そんな無茶な。俺がやめろと言ったら、お前らは納得できる。マフィアの件に関しては、それだけ面倒くせえ問題。もし俺が上司としてまともな判断をするんだったら、
辞めるとしか言いようがない。それでいいのかよ。いいえ、ま、ここで打ち切りってのはちょいと後は。そうね、いろいろと知ってしまったし。同感です。ま、そうだな。何も知らない小僧どもが足を滑らせて大怪我でもしたら目覚めが悪いしな。せめていいアドバイザーをお前らに紹介してやろう。いいアドバイザー。 Thank you handed over a business card to Lloyd。 グリムウッド法律事務所。あれ、どこかで聞いたことがある。西通りにある法律事務所だ。イアンっていう名前のヒゲ面の弁護士先生がいる。ああ、あのパン屋の裏手にある。そういえば俺も前いた時何度か挨拶くらいはしてますね。グリズリーグリム。私も聞いたことがあります。確か企業や貿易商などの法律相談をしている先生ですよね。その一方で市民の法律相談にも親身に乗ってくれるという。ああ、クマみたいなヒゲ面してるからクマヒゲ先生なんて呼ばれている。Almost looks like a bear. Fuck yeah, Grizzly Grim. Let's go. マフィアについてかなりの情報を持っているはずだ。ひょっとしたら警察も知らない最新情報なんかも。な、それはすごいですね。何者だよその先生は。ま、会えばすぐにわかるさ。前に俺が会った時に特務支援課のことは話している。お前たちの身分を明かせば話ぐらいは聞いてくれるはずだ。この機会に挨拶しとけ。わかりました。西通りならすぐ近くだ。とにかくその法律事務所を訪ねてみよう。ええ、わかったわ。 Let's head out。Is that fucking Hori? Oh no, Mimi. Wait, what was the character's name again? Momo or was it Momo or Mimi? I don't remember. I remember a character named Momo, but I don't remember if that was a mistype or not. I don't remember. No, fuck, I don't know. Grimwood 法律事務所。ここがそうみたいね。ああ、その先生のことも何度か見かけたことがあるよ。そんな偉い先生だなんて思っ。それでは先生、今後ともよろしくお願いします。 Oh god, there he is, Dudley。 それはいいが、しかし君たちのところはもう少し何とかならんのかね。少しは市民の気持ちというものをだね。市民の人気取りが仕事ではありませんので。それでは失礼します。 Fuck you, Dudley。 お前たちは、何か。なるほどな。セルゲイさんが飼い始めた子犬どもというわけか。え、そのバッジ、あなたもクロスベル警察の。私のことはどうでもいい。どうやらイアン先生を訪ねてきたようだが、くれぐれも余計な時間を取ら、お前たちのような役立たずと違って。な、あ、 Useless rookies, why you a little shit? Fuck you. Fuck you, Dudley. Shut up. なんだ今のは。 Shut your mouth. どうやら本部の捜査官みたいだけど、いたけだかな感じですね。しかしあのメガネ、随分とやる。左脇のところにでかい。そうなのか。よく気づいたわね。私もセンサーで大型の軍用拳銃。そんなところでしょうか。ああ、多分そうだろう。はあ、二人ともすごいわね。たまたまさ。それよりその先生を訪ねなくてもいいんですか。ああ、忙しいところ悪いけど挨拶させてもらおうか。
I like the way Lloyd's voice has changed from what it is in Zero and Azure to what it's become in Gold Steel and Reverie. I love his voice change. おっと、これは失礼した。グリムウッド法律事務所へようこそ。今日は何か相談事でも。な、いや。Hello, Grizzly Grim. いやいや、遠慮することはないよ。まだ若いようだが、借金などで困ったことでも、それとも仲間を集めて事業でも起こしたいのかね。何でもいい。ドーンと相談してくれたまえ。いや、そのですね。なんかすごい精力的なおっさんだな。True. この人は、熊ひげ先生ですか。噂通りの方みたいね。おや、よく見れば、君んか。確かこの辺りに住む。覚えててくれたみたいですね。ええ。3年くらい前に改めましてロイド・バニングスと言います。おお、そうか、道理で見覚えがあると思ったんだ。ん？バニングス、お、ひょっとしてガイ・バニングスの弟さんか。な、あ、はい。ひょっとして兄のこともご存知だったんですか。ご存知も何も。Yeah. どうやら事情があってきたようだね。こんなところで立ち話もなんだ。座って話をしようじゃないか。そうそう、一応名乗っておこうか。私の名はイアン・グリムウッド。この法律事務所で弁護士をしている。君たちがセルゲイ君の言ってた特務支援課の新人だったのか。Oh, wrong button. そういえば最新のクロスベルタイムズも読んだよ。着任早々、なかなか頑張ってるみたいじゃないか。なんだか散々なことを書かれちゃったみたいですけど。しかし、そうか。あのガイ君の弟さんが警察に。なんだかこう、エイドスの巡り合わせを。あの、先生と兄はどういう。なあ、今の君たちと同じく、たまに情報交換に来てくれたんだ。あ、もっとも、彼は非常に優秀な捜査官だったからね。逆に私の方が、いろいろと助けてもらったくらいだよ。ロイド、あなた捜査官のお兄さんがいるの？なんだよ、水くせえな。そんなことを一言も聞いてないぜ。ごめん、つい言いそびれててさ。それにもう亡くなった人だから。え？仕事中に殉職したんだ。ちょうど3年前になるかな。そうか。それでお前しばらくこの街を。It does explain everything. ガイ君のことは残念だった。私も個人的にあの事件のことは調べてみたこともあった。残念ながら手がかりすら見つかっていない状況でね。そうですか。いや、今は兄のことはいいんです。それよりも先生、事情は先ほど説明した通りで、ルバーチェについて。何かご存知のことがあれば教えていただけませんか。ルバーチェか。彼らにまつわる黒い噂は多い。帝国と共和国にまたがる密貿易、盗品売買にミラーロンダリング、両兵団の斡旋や武器の密売まで、そのどれもがクロスベルの特殊性を利用したものと言えるだろう。クロスベルの特殊性。近年ますます盛んになっている貿易業と金融業の発展、それと反比例するかのように脆弱極まる政治基盤ですね。そう、
このクロスベル自治州の政治基盤は極めて弱い。多くの政治家は帝国派か共和国派のどちらかに属しており、利権を貪る者が多いんだ。そしてマフィアの暗躍を取り締まる法案が出されたとしても、彼らと癒着した議員に潰される。なんだそりゃ、本当なのか。残念だけど本当よ。ルバーチャの利権とつながっている議員は相当多いと言われているわ。 OK。 おそらく警察が動けないのもそれが最大の理由。大人の事情ですか。それではルバーチャは実質上犯罪を起こし放題なんですか。いや、さすがにそれはない。 Oh, thank God. Thank God hasn't gotten to that point yet. あからさまな犯罪を放置すれば市民や周辺諸国も騒ぐだろうし、今のところは市民生活に直接迷惑はかけない一線だけはルバーチェック、逆にその一線を越えなければ何をやっても警察は動かない。そう鷹をくくっているところもあるみたいだがね。そこまで。なるほどな。活気ある華やかな都市の裏側に魑魅魍魎のうごめく影あり。機密レベルの高い情報をチェックしておきたいですね。まあルバーチェの基礎知識はだいたいそんなとこ。しかしここ最近少し風向きが変わってきている。どういうことですか。これは警察の方でも掴んだばかりの情報らしいが、最近どうやらルバーチェの対抗勢力が現れたらしいんだ。それもかなり強力なね。対抗勢力、まさか遊撃士協会ですか。いや、対抗勢力といっても悪い意味でだよ。カルバード共和国の東方人街に一大勢力を構えている組織、その組織がこのクロスベルに進出し始めているらしいんだ。な、本当ですか。まあ以前からその噂はあったが、どうやら事実だったらしい。組織の名はヘイユエ。ヘイユエ。そしてつい最近クロスベルの港湾区にできたのがヘイユエ貿易公使という。ヘイユエ、いかにも東方風の名前ですね。しかしマフィア同士の抗争か。こりゃ不良同士の喧嘩どころの騒ぎじゃないぜ。幸いにしてまだその抗争そ幸いにしてというべきか、まだその抗争そのものは表立っては始まっていないらしい。しかし近いうちに何らかの形で暗闘が始まるかもしれない。警察の捜査一課などはそれを警戒しているようでね。捜査一課って、もしかして先ほどこちらを訪ねていたメガネの男性は。ああ、捜査一課に所属するダドリー君という捜査官だ。ちょうど今話していることと同じような話をしに来たのさ。そうだったんですか。ロイドさん、どうしたんですか。ひょっとして何か気づいたことでも。ああ、まだ完全にはまとまってはいないけどね。先生、ありがとうございました。先生の情報のおかげで解決の糸口が見えた気がします。そうか、それは何よりだ。セルゲイ君には世話になっているし、君たちのことは個人的に応援している。また何かあったらいつでも訪ねてきてくれたまえ。 Thank you, Grizzly Grim. Thank you for helping us. それでどうするの。考えをまとめるんだったら支援課に戻りましょうか。そうだな。その前に
他に片付けたい用事が俺が考えていることが事件の真相だったとしたら。へへ、なんだかんだ言って自信があるみたいじゃねえか。そういうことならとっとと他の用事を済ませて支援課に。はい、急っ。Okay, I'm gonna save right before entering the SSS building. Because I don't remember how long this will take. I have like half an hour left. So I'll... You know what? I'll try it. I'll try doing it. That's something written, right? A message?There's a note stuck to the bulletin board. 例の件は好きにやってみろ、セルゲイ。課長は留守か。あのおっさん、面倒になってとんずらしたんじゃねえだろうな。その可能性は否定できませんね。まあまあ、好きにさせてくれるなら、それはそれで助かるじゃない。それで、どうする？早速、事件に関するミーティングを始めましょう。ああ。Fuck it, we're gonna do it. We're gonna do it. それじゃあ早速ミーティングを始めよう。事件に関する情報を。発端は5日前の真夜中、サーベルバイパーとテスタメンツのメンバーがそれぞれ何者かに襲われた。場所は旧市街の別の2カ所。ここと西の裏通りがテスタメンツのメンバーが襲われた場所で、東のライブハウス前がサーベルバイパーのやつが襲われた場所ってこと。こうして見ると旧市街の反対側同士ですね。ああ、同じ夜に起きてもすぐには分からなかったはずだ。そしてようやく闇討ちがお互いの仕業だと確信して現在に至るというとこ。やっぱり第三者がいたとしか思えねえぜ。どちらかのメンバー全員が口裏を合わせない限りどっちの犯行も不可能だろう。ああ、この段階で二つの犯行を第三者の仕業だと仮定してしまって。そうね、少しずつ可能性を絞らないと前に進めないし。で、その第三者として上がってきた名前があるわけね。ああ、ルバーチェ商会。クロスベルの裏社会を支配しているというマフィアだ。グレイスさんの情報によれば半月ほど前、その構成員が旧市街で目撃されている。その情報自体の真意を確かめている時間はないけど、まずはルバーチが2件の傷害事件を起こしたという過程で話を進めてみよう。そうなるとやはり問題は動機ですか。ああ、それが問題だ。逆に言えばそれが明らかにならない限り推理は振り出しに戻りかねない。利害の絡みそうにないマフィアと2組の不良集団、それら3つの点を結ぶ線があるはず。ねえロイド、見当はついているのでしょ。3つの点を結ぶ線、可能性があるとすれば現実的なのはヘイウェイだろう。ああ、あのヒゲ先生が教えてくれた情報か。確かに可能性としては一番ありそうな気がする。でもそうだとしたらどんな線になるのかしら。点同士が線で結ばれるのは何らかの必然性となると、兵ゆえ絡みでマフィアが2組の不良集団を襲う必然性があるわけですか。そうか、これなら説明がつくぞ。え、なんかひらめいたか。必然性の話だよ。兵ゆえのクロスベル進出を受けてルバーチ側がすることといえば、それは単純に考えれば戦兵隊の増強と武装の強化。マフィアなら武装の強化は密貿易で確保できるだろう。だが戦闘員の方はどうだ。
そいつは普通に考えたら両兵団を雇うところでしょうけど、ううん、ダメね。クロスベルはいろいろな意味で周辺諸国から中不戦条約の手前もあるし、両兵団を勝手に動かしたりしたら帝国と共和国が黙っていないわ。それは両者の意を受ける政治家や議員たちにも同じこと。あ、ロイドさん、もしかしてその兵隊候補として不良どもってことかよ。なあ、血の気が多く、okay, there we have it. しかも殺されている若者たち、この町で運用できる戦力としてはまさにうってつけだろう。しかしどちらのグループにも目障りな存在がいる。なるほど、あの和治君は間違ってもマフィアに協力しそうにない。あのバルドさんもお山の大将で痛いタイプ、とてもマフィアの下で働きそうにはありませんね。そこでお互いを潰し合わせて弱体化したあたりを見計らって一気に取り込みにかかる。なるほど、そういう筋書きかよ。あくまで可能性の一つさ。現時点である情報を一つずつ組み立てた場合のね。またまた謙遜するなっての。うん、私もかなり的を射ていると思うわ。推理にも無理がないし、とてに不足かもしれないと思ってはいません。それでさ、この推理あの二人にも伝えた方がいいと。あの二人って、おいおい、ま、そう、バルド・バレスにワジ・ヘミスフィア、サーベル・バイバーとテスタメンツのヘッド。 Let's go. Come on. Let's continue. 駅前通りの外れにある資材置き場だったが、しかし通信で呼び出したかと思えば警察のガキどもが。一体何様のつもりだ。Yeah, you're right, Walt. Who do I think they're dealing with? The train from Erebonia. Train from the Empire. 多分共和国方面の最終列車ってところじゃない？マジ？やあ、こんばんは、バルド。なかなかいい夜だね。月が濡れたよ。てめえ。Yeah. Sorry about that. そうか。そういうことだったのか。警察のガキどもをかたって、俺をはめたってことかよ。そういうことなら話は早い。怠慢なら望むところだ。ここでケリをつけてやろう。僕としてはそれでも依存はないけれど、あいにく僕も君と同じくこの場に招待されたゲストでね。何？ほら、来たみたいだよ。 They just arrived. Here we are. Hello. Hello, Walt. すまない二人とも、ま、お招きに預かり光栄至極。約束通り、さぞ面白い話を聞かせてくれるんだろうね。面白いかどうかはともかく、興味深い話ではあると思う。早速聞いてくれるか。ちょっと待ちやがれ。面白い話だ。一体何を言ってやがる。バカだな、君は。5日前の夜、旧市街で起きた事件の傷害、その真犯人の目星がついたって話に。何？驚いた。Impressive deduction indeed. あなたの方も疑っていたようですね。まあ、僕も最初はメンバーの勝手な暴走かと思ってたんだけど、よくよく状況を整理してみると、どう考えても不自然じゃないか。バイパー側にしてもそれは同じ。まあ、僕の推理はそこで止まっちゃってるけどね。そうか。だったら話は早そうだ。
バルド・ヴァレス、いろいろと不審なことはあるかもしれないけど、まずは一旦こちらの話を最後まで聞いてくれないか。Let's go. Come on, Walt. 話せ。もしくだらねえ話だったら、その頭をかち割ってやるからな。これが現時点で。Okay, we're back. Sorry about that. Pull up. Okay, we good? We good, people? We good? I think we good. Okay, we good. I decided not to do anything, so... Because I saw my connection die. So, here we go. 今の話、納得してくれたのかしら？納得も何も。前にルバーチェの使いが僕たちのところに来てるからね。いい目を見させてやるから、うちの下で働かないかってね。It happened again. It happened again. Again, my connection died. もちろん、鼻で笑って追い返してやったけどさ。そうだったのか。決まりだな。バルド、やっぱりマフィアの勧誘があったんじゃないの？ああ、一月くらい前にな。あまりに舐めた話だったから、脅しつけて叩き出してやったが、まさか、ここまで舐めた真似をしてくれるとはな。マジ！てめえとの決着は延期だ。マフィアだろうと関係ねえ。まとめて叩き潰してやら。ちょっと。沸点低すぎです。Okay, my connection keeps dying, so I might just have to cut the stream right here. Don't worry though, I'll redo everything. If my connection dies one more time, I'll cut the stream and then I'll redo.This whole section next time. 何？マフィア相手に喧嘩して勝ち目があるわけないだろ。下手に乗り込んだところで蜂の巣にされるのがオチだろうね。うせえ！やってみなきゃわからねえだろ。あのね、君はいいとしても君の可愛い射程たちまでそれに巻き込むつもりかい？No, they can't. てめえはどうなんだ。ここまでコケにされて仲間をやられたままでおめやめと引き下がれんのか。そんなわけないだろ。今回の件、引っ張ってるのはマフィアでもごく一部のはずだ。なら、そいつらにのみ落とし前をつけさせればいい。報復もできないくらい。きっちりとさせた上でね。バルド、君にも協力しても。お前、ちょっと待ってくれ。何をするつもりだ。あんまり不穏なことは。ああ、心配しなくても君たちにも手伝う。we're helping her。 君たちの任務は旧市街での事件を解決すること。だったらマフィアが今後僕たちに余計な手出しをしないよう言い含めて。どう違うかい？それはどういうこと？よくわかりませんが。なんかロイドのやつ取って食われそうだな。あんな面白い推理をわざわざ披露してくれたんだ。責任を取って最後まで付き合ってもらうよ。Okay, let's go. 三日が過ぎた。Three days fast. 一触即発だった不良たちの争いは、それから一度も起こることはなく、旧市街は不自然なほど平穏な雰囲気を取り戻していた。It's bordered on the Erie. Okay. And here we go, Rivachenko. Oh, I see this new soundtrack too.
チ。There we go, ガバーチ。静かなもんだな。あそこまで仕込んだのに、どうして潰し合いが始まらない。最後の一押しが足りんだけさ。導火線に火が。Oh, come on, come get me。勝手に潰し合いが始まるだろう。バイパーとテスタメンツ、どっちのガキでもいい。目についたやつをやるぞ。くれぐれも姿を見られるなよ。バイパーならスリングショット、テスタメンツなら背後から一撃だ。Oh, I hate these guys. 狩りの始まりだ。I hate these guys so much.Oh, let's go. There we go. A testament, dude. But it was actually someone else. Because you heard it at the voice. You heard it in the voice.あっさりかかってくれたな。時間はない。とっとと痛めつけるぞ。ただし殺さない程度にな。悪く思うなよ。させるか。な、何？まったく、まさかここまで見事に引っかかってくれるとはね。こいつ現行犯ロイドと行きたいところだけど、微妙におとり捜索臭いし、今回は観念するしかないか。こいつまさか警察の人間か。彼はあくまで助っ人さ。おお、本当に引っかかるとはな。Oh my god, was he? I love how he stands. I just stands there. I love it. I love it. It's amazing. ロイド、大丈夫？なあ、無傷。念のため、防護クッションを頭巾に仕込んでおいて助かった。まさか俺たちの存在を嗅ぎつけられていたとは。さてと、どうする？お兄さんたち、この場で投降するなら。多めに見てもいいけど、それとも今度はあんたたちが狩られてみる。 Oh, that will prove entertaining. Let's go. 二手に分かれるぞ。待て、二人ついてきて。おい、ロイド、どうするの。アンゴードランディ、ランディ頼む。エリーとティオはもう一組の方を。合点承知。了解です。くそ、まさか腰抜けの警察が出張ってきてるとは。こうなったら一旦戻って応援を。おお、あっ、さあ、I need アンビ。Okay, I'm back. My stepdad got me. In regards to a lawnmower, like a robot lawnmower. We have one, but it's stuck again. Mate! この死体、若頭にでも知られちまったら。まあいい。とにかく俺たちだけでも先に。どこに行くんだ？いつの間に
休みですね。あとはロイドたちの方ね。ち、間抜けが。仕方ない、抜け道を使うぞ。Damn, my man jumping. ご苦労様。いつの間に。くそ、下だ。ここまでだ。飛んで火にいる夏の虫ってやつだな。鬼ごっこは終わりだよ。そろそろ観念したかい。ガキどもがいい気になりやがって。俺たちプロを本気にさせたことを。 Oh, you're getting serious? せいぜい後悔させてやる。 You're getting serious, really? どうやら一戦交える必要がありそうだね。君たちの援護期待してもいいのかな。そっちこそ足手まといになるなよ。来るぞ。 Let's go. Wazzy, help me out here. Hold up, let's see. I'm gonna get fucked at the Gandhi. やれやれ。 And I'm gonna get fucked at to... Hold up. I got the ability, but I need them closer together. I'm gonna get fucked at the... No, not Wazzy! Fuck, I fucked up. I should've gone Lloyd. Okay, let's go. Lloyd. We're all getting fucked at this time. All of them are getting fucked at. Wazzy is a caster after all, so I can't really be using him as a physical dagger. Fuck, that's the wrong way, Rambi. Oh shit. Bye bye, Lloyd. Bye. Okay, I'm alive. I'm still alive. That's good. Let's heal. Just using one heat bomb, nothing more. And now we go with Wazzy, a normal hit. Now that I think about it, Wazzy hits crits pretty often. Yare yare. やれやれ。ただ、ダン。Okay, then we go with Wazzy over here. Tuk. Gotta keep hitting him. Okay, this one is dead. Doesn't really matter. Now we go for a Tiger Charge. And he should be dead. He's not dead. Oh, no, down. I don't have Dagger Charge or Deadly Heaven. So, I can't really do anything. 僕の番か。
Because, yeah, it's deadly hammer. Phantom Rush, let's go. Done. Yeah, I almost need to go, but I should be able to leave a little bit later and still make it a dime. Kaki domo ga. Sani tegowakatta na. Saishin no gunyou kenju o tsukatte yagatta na. Tabun teikokusei daro. Mitsubouki de atsukatte iru buki no ichibu tte tokoro kana. それにしても、君の演技もなかなかだったね。あの倒れ方、どうに言ってたじゃない。あんな作戦を伝えられたら、協力しないわけにいかないだろう。おとりなんて役目、他の誰かにやらせるわ。まあ、それでやばいおとり役を買って出るんだからな。お人よしっつうか、利用されるタイプっつうか。悪かったな。そんなお人よしじゃ、まあそういうタイプは個人的には嫌いじゃないかな。え、ともかくこれで落とし前をつけることができそうだ。君たちの協力に感謝するよ。ガキどもが調子に乗りやがって。やっちまったな、ガキども。俺たちルバーチェを本気で怒らせちまうとはな。警察のガキどもも同じだ。こっちには偉い議員先生もいる。ただで済むと思うなよ。こいつら。うわっ！どうやら、お仕置きが足りなかった。全員サンドバッグみたいに吊るして、血だるまにしてもいいんだぜ。待ってくれ、さすがにそれは。まあまあ、ここは僕たちに任せてよ。バルド、あまりやりすぎは良くない。このお兄さんたちだってプロだ。あまりメンツを潰しちゃったらなりふり構わなくなるんじゃない。 That is true, they will bite back stronger if you mess with them too much. But don't do it. お兄さんたちだって表沙汰にはしたくないだろ。僕たちガキども相手にプロがちょっかいかけた挙句に帰り討ちにあったなんて。みっともなくて上には報告できないよね。ふざけろ。その気になればいくらでも。いやー、さすがにここが引き時じゃないかしら。Ah, there she is, Grace. Let's go. Grace-san? どうしてここに？実はこの数日、君たちの動きに注目してたのよ。そしたら予想通り、いろいろやらかしてくれるじゃない？いやー、なかなか面白い記事が書けそうだわ。てめえ、雑誌社ごときが、ルバーチェ相手に。ま、うちもいろいろあるから名前は出せないと思うけどね。でもこれ以上みっともない真似をしたらどうなるかわからないわよ。いや、いいだろう、この場引いてやる。だがもし約束を破ったら。はいはい、わかったわ。あなたたちこそこれで停止っていう約束はちゃんと守りなさいよね。これ以上一線を越えたら遊撃士が出張ってくるかもよ。なあ、え、実はこの件アリオスさんが介入するつもりだったらしいの。でも多忙だったらしいし、あなたたちが先に介入してたから今回は譲ってあげたんです。そんなまた手のひらの上ってかみたいですね。バカバカしい、アリオス・マクレイン相手にこんなケチなことをやってられるか。これ以上この薄汚い場所に用はねえ。引き上げるぞ。 Move it。 やれやれ、風の牽制アリオスか。噂だけは聞いてるけど
あそこまで効果てきめんとはね。気に食わねえな。まあいい、今回の件はこれで終わりだ。お前ら引き上げるぞ。オス。Fucking Dino is even there. What a kid. 君たちもお疲れ様。これにて任務無事完了かい？ああ、そうだな。もともとは君たちの喧嘩を止めるのが任務だったけど、ま、今後はもうお互い争わなくて済む。え？何言ってるの？え？マフィアが絡んでいようがいまいが、バイパーとの関係は変わらん。お互い。True. 目障りというのは変わる。全員揃っての潰し合いはさすがにやらないだろうけど、ま、普通の喧嘩やこ。ちょ、待ってくれ。Hold on. 大ごとにしたくなければ、また介入してきたらどうだい？なんだったらそのまま喧嘩に参加してくる君たちなら大歓迎さ。あのな、あんまり冗談には聞こえないんだけど。それではいい夢を。行くよ。聖戦終了。撤収する。やあ。Wow, that was messed up. 血の気の多い連中だし、喧嘩くらいは仕方ないかもな。そうみたいね。まあ、今回の件に関しては解決でいいんじゃないか。ね、ロイド。あ、ちょっとばかり、すっきりしない気分だけど。自分たちの力だけで解決できた気になれない。そんな気分ってところかしら。え？小さい。小さいわね。必要とあらば、ためらわずに他人の力も借りて、よりよ、それができてこそ、一人前のあなたのお兄さんみたいな。な。さてと、お姉さんも撤退しようかな。そろそろ肌の年齢が気になる年頃なのよね。それじゃ。おやすみなさい。Goodbye, Grace. Goodbye. お前の兄貴、結構知られてるみたいだな。なんだかとっても優秀な人だったみたいね。推しの強さと行動力だけは。ピカイチだったみたいだしね。任務完了だ。支援課に戻ってセルゲイ課長に報告しよう。 Let's go. And now we can save. I think. No, we can't. ま、新人にしたらこんなもんだろう。次、似たような事件がありゃもう少しうまく裁けるはずだ。はい。結構厳しいな。しかし、今回の一件でお前らにも見えてきただろう。このクロスベルって場所の厄介な側面が。それは。まあ、確かにちょいと面倒くさい場所みたいだ。様々な暗部やしがらみ。大人の事情の温床って感じです。そうね。警察本部の連中だって、決して無能ってわけじゃない。賄賂を受け取ってるようなバカ野郎もいるみたいだが。多くの捜査官はそこそこ優秀で自分なりの正義感を持ってる連中だ。だが有形無形の壁がある。マフィアの利権とつながっている議員や役人どもとかな。どうだ、ロイド。Yeah, okay. That does happen in the real world as well. 警察辞めて遊撃士にでも転職したくなってきた。いえ、そんな事情があっての特務支援課でしょ。ほう。人を守る。遊撃士の理念は確かに素晴らしいけど、それだけじゃ解決できない問題もある。密貿易に、違法な武器と盗品売買に、
ミラロンド、そしてマフィアと政治家の癒着、どれも遊撃士が直接的には。確かに支えるコテの力にも現でも警察なら本来それが可能。現実としてさまざまな壁がそうした壁を突破できる可能性はゼロじゃないはずだ。なるほど、ここならその可能性を見出せるかもしれない。つまりそういうことね。ああ、ちょっと楽天的すぎるかな。現実はそこまで甘くないと思いますけど。ただどんな可能性もゼロではないのは確かです。やれやれ、Look at this guy. 不良のヘッドと怠慢張ったり、危険なおとり役を買って出たり、真面目でおとなしそうな面して大した熱血野郎だぜ。別に熱血ってわけじゃないと思うけど、でも今回みんなと一緒に仕事をしてて、改めてお互いまだまだ未熟なところはあるだろうけど、このメンバーだったらどんな壁も力を合わせて乗り越えていけそうだってね。It is true. They're still inexperienced, but they're gonna learn a lot. なんつーか。臭すぎです。そんな笑わなくても、さすがに。ま、いいんじゃねえか。特務支援課が設立されたのは、いろいろなしがらみによるもんだが、その場所をどう利用するかは、お前たちの自由っちゃ自由だ。な、俺は直接お前たちに力を貸すことはないだろうが、やりすぎちまってもお偉いさんに言われないよう、煙に巻くくらいはしてやるよ。課長、要するに放任主義ですか。たく、話がわかるんだかいい加減なだけなんだか。というより。ただ面倒なだけでは。ま、ずるい大人だからな。特務支援課が単なる遊撃士のパクリで終わるか、それとも新たな可能性を見出すことができるのか。Honestly, I always hope it becomes something better. I always hoped for that. I always wanted the SSS to be something bigger than the Bracer Guild.Feels like. The fuck? I just got a message, but I honestly I don't even know what I'm reading right now.Okay, fuck this shit. Fuck this message. I don't care anymore.俺はタバコでもふかしながら、せいぜい眺めさせてもらうぜ。Prologue has ended. Bravery badge. Bonus DB. Thanks.Unflinching justice. And we are going to end things over at this point because I need to leave. Anyway, I should be back maybe tomorrow. Maybe I'll stream tomorrow. Anyway, I have to go really quickly, so I'm just gonna say drop a follow if you enjoyed these kind of trails streams. I don'tstream a whole lot because of school, internship, job, hunting. I have a lot on my plate. But I try to stream at least once a day, as many times as I can. As many days as I can, once a day. So, yeah, just sorry if I don't stream a day or two. Anyway, I'll be going. I'll see you later. Goodbye.